どうも、ベテです。パースからやっていきたいと思います。はい、本日は、先人谷高校で、センタルミッドフィルダーを作っていきたいと思います。デッキの方は、ハヤテ、水着のアンサ、ヤベビッチ、クルーリ、そして、バルサ、ヤベサカ、アフロキタの、この6人でいこうかなと思っております。クルーリの枠がね、なかなか固定されない。枕の、そして、草津くん。まあ、どれがいいのかなと思いつつ、ちょっといろんなキャラね、使っていきたいと思います。そしてアイテムの方はバンドドリンクと招き猫を持ち込んでおります。ではやっていきましょう。でまずはね、今回黒百合が一番評価低いので黒百合の評価を上げていきたいと思ったんですけど、いなかった。じゃあヤベビッチに評価上げていきます。ヤベ坂は意外と評価上がってくれることが多いので、まあほっといてもいいのかなと思います。はい、黒百合。クルーリはね、イベントでもね、評価上がりにくいんでね、できるだけ踏んでいきたい。でもここは一回メンタル踏んでおきたいので、メンタル踏んでおきまーす。で、一回練習して休むかな。はい。一回練習、おっと、いない。ヤブリッチ結構上がってるから、ヤベ坂にしとこう。クルーリがいなかったんで、ヤベ坂にします。で、ここ一回休んでおります。はい、生えてくる。違うんじゃないか。さあ、ここからガッツスタリムね、しっかりと起こしていきたいと思います。起こす前には、まず、評価を上げていこう。しっかりと評価を上げていこう。これはちょっとね、ディフェンスが踏めないので、とりあえずメンタルにします。体力回復、もったいない。はい、やべさかー。でもってね、もう一丁メンタルしときます。で、颯くんがちょっと早い。ディフェンス上げないといけないんだけど、上げれてないです。全く持って上げれてない。とりあえずスピードいこっか。で、オフェンスも燃やしたいんですけども、まずは、クルーリだな、クルーリ。評価を上げさせてくれない。いいとこに来てくれない。あ、いた！メンタル行きまーす。とりあえずクルーリの評価上げまーす。はい。そしてオフェンスでいいかな。とりあえず燃やしておこうか。とりあえずクルーリ行きます。クルーリじゃない、すいません。オフェンス行きます。オフェンスでしっかりと火を燃やしていきます。闘争心。はい、そしてこれは矢部坂くん、オッケー。これはもういけるっしょ。はい、ありがとうございます。で、アフロ来たの、俺が取るよ。でもって、ヤベビッチがまだ足らない。ヤベビッチがまだ足らない。ちょっとメンタル一回いきます。クルーリこれで足ります。おー、クルーリ来ちゃったか。確かめてみよう。で、クルーリの依存は、まずは、メンタル。スタミナ振ってから、その後テクニックなんでね、しっかりといこう。そして、これ、ヤベビッチの評価を上げていきます。ヤンス君。はい。いいです。あー、まあまあまあ、いいや。で、テクニック。で、次、ディフェンスいきますね。これは、この辺にしとこう。体力消費はちょっとしたくない。はい、1432ということで、ちゃやっていこう。あ、でも1432って結構稼いでるよね。なんでだ。あ、あの2タックがあったからか。はい、フィジカルいって、ガッツスリーブやっていきましょう。でかいタック、オフェンスタック、スピードタック、まあ。はい、ナイスー。まあ、体力消費していくかね、どんどんやっていきたいと思います。でもって、まずはオフェンスを上げないといけない。オフェンス、いくらにしよっかな、C にしよっか。はい、そしてスタミナも上げておきます。ディフェンスも上げないといけないんだよな。クルーリまだ来てほしくないな。
てー、はい、2タックナイス。いいよ、2タックはナイスです。どんどんタックしろ。で、カバディ左で、様子を見る。右、様子を見る。うわー、失敗、残念ですね。まあ仕方ない。で、持って、スピードに、スピード、まあでもこれは、スピードいきます。筋力じゃなく、スピードですね、これは。はい、スピードにいきましょう。まあまあまあ。ワンタックなら考えた。そして、オッケー、ナイス!インターセプター。ゲットです。で、あとさっき考えないところ。矢部坂も走り出したか。そしたらもうスピード上げないといけないですね。スピード上げておきましょう。そしてオフェンスも上げないといけないし、スタミナも上げないといけない。今回ね、依存が結構バラバラなんでね、全員バラバラじゃないかな。ヤビビッチ、矢部坂くらいじゃないでしょ。ヤビビッチ、矢部坂がスピード、そして颯がディフェンス、アフロ来たのが、パワーか。で、水木のやつがオフェンス。そして、クルーリがテクニックとスタミナなんで全部上げないといけない。全能力上げないといけないんで、そういう時はね、クルーリ使うのが難しいんですよね。はい。まあ、でかいタックがバンバン来てくれれば問題はないんですけども、ちょっときついな。はい、スピードいきまーす。さあ、最後。最後がガッツスリムでかいの。でかいオフェンスがいいな。オフェンスがいいですね。999。はい。ああ、もうダメだ。ワンタックか、ワンタックか。まあでも踏んどきましょう。一応ね、踏んどかないと。で、持ってパワーも上げときます。まずね、スタミナがあんねんじゃん。とりあえずパワー上げときます。パワーを、よし、できたかった。で、一回休みましょうかね。二回休もうか。まあ一回いっか。順番がない。はい、スタミナ。そして、こっからテクニックを上げていかないといけない。こっから、テクニック。で、さらしのまま終わってくれた。で、2個筋トレイベントが進んだので、これは休んでもいいかな。体力的にちょっと厳しいので休んでおきます。はい、矢部うち、リニアより早く、筋トレ走り出してますね。でもって、スピードオフェンス。まずはスピードかな。まずはスピードを踏んでおきましょう。で、ちょっとスピード上げておきます。やべさかよく言っちゃうためにスピードを上げておきましょう。はい、そしてスピード。はい、やべさかくん。で、持ってオフェンスいきますね。ダブルタック、ナイスでーす。で、ハヤテ君は回復のコツでももらっておきます。スマートボール。で、次一回休もうか。あ、やべえ、やべえ、やべえ。はい、ナイス、電光石火。よかった。成功してくれましたね。はい、では一回休んでいきます。チュンガバ来てください。来ない。黒よりうん、この辺にしとこう。で、回復ナイス。で、メンタルいってきます。おお、成功した、ラッキー。オッケーオッケー。失敗するかなと思ったけど、ラッキー。で、これ行きたいな、行きたい。行きたいけど、これ行っちゃうと間に合わないので、メンタルいってきます。終わらなくなっちゃうので、これはメンタルでオッケーです。で、4856。さあ、ここで気合を入れまして、気合を入れまして、はい。テクニック、ディフェンス。じゃあ、テクニックいこうか。はい。で、これはもう限界だよ。ここで燃やしたくないので、もう限界だよにしときます。ビーチで遊ぶ。はい、ナイス。で、持って、あー、これ次のターンが良かったな。ディフェンスいきまーす。さあ、ガッツスリーブでかいの。はい、お願いします。そして矢部坂くん金魚すくい。で、でかいダッ
クが、あま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 あって感じですね。できれば3人タックがいいんですよね。バランス感覚を鍛える。はい、そしてここ O2 タック、2タックなんで、まあとりあえずこれ踏むんですけども、スタミナ上げておきましょう。できるだけね、スタミナここで上げてスタミナ5を獲得できるので、高い数値で獲得する。これでいいかな。でもってスピードもちょっと上げとこう。でパワーも上げておきます。でテクニック上げとこう。まあまあまあ悪くはないんだけどね、ここまで悪くはないんですけども、爆発はしない。はい、ではオフェンスいきまーす。2タック、はい、やぶち。で、ここでクロスタウンで、スタミナもあります。で、タックが来なかった、タックが来なかった。なぜこんなところに固まってる。いっか、フィジカル踏みます。今回上限パワーだから、上限パワーだからなんとかしてくれるでしょ。はい、パスターン。そして最後は、最後は、はい、2タック、ナイス。じゃあちょっと振ってからいきましょうか。パワー振っていきますね。パワー振ってからいきます。スタミナも振っておきます。で、テクも振っておきます。はい、これでいいですね。オフェンスいきましょう。さあ、こっからうまいことリナちゃんを踏んでいかないといけない。やべさか、ダッシュコツくれんか。ダッシュコツ、ダッシュコツが欲しい。2ぐらい欲しいんだけどな、ダッシュコツな。走れやべさか、走れ。逃げてくれ、逃げないと。 OK、 もう一丁、もう一丁。あら、ダメ。はい、ではではでは、あー、いいところがない、いいところがない。やべさかくんのコツもらうか、もらうか、もらうしかないよな。これは肉体疲労。ここで筋トクイベントなどが始まっちゃうとちょっときつい。やべさかくん行きましょう。ダッシュコツ、ドリブラー。あ、そう、やべさか、ミスターやべさかってダメだったのか。リーナ来るか、これ。リーナ来る、炎上じゃなくてリーナ来い。 OK、 ナイス。メンタルか、まあいいや。で、サクッとピンチャンできますね。まあ、いいか、いいか。はい、これでいきます。いきましょう。はい、終わりました。問題なく終わりましたね。では続きやっていきます。さあ、うまいこと踏んでいかないといけないからね。うわー、やばい、やばい、やばい、体力やばい、体力がやばいよ。一回休もうか。チンカパ、うん。で、あずさ回復、これはナイスだけど、ナイスだけど、さあ、どうする。カットジ行こうか。カットジ来い、カットジ来ない。ちょっとお前そこじゃないよ、体力消費短いからやめすぎって。いやー、スピード火ついたけどさ、火ついたけど、あー、これ一回休むか、一回休むか。あー、一回休まないといけないね。いやー、でも一回休むと結構きついんだよな。結構きつい。4ターンだろ。19876無理だな、無理だな。これも踏むしかないな。ああ、やっちゃった。次で、次でなんとか踏めないとタイです。あ、ラッキー、体力回復。 OK、 はい、マイナス、やめて。 OK、 何もか、体力消費がなかった。はい、これで終わりでーす。あ、うまいことね、次のガッツストリームにつなげていかないといけないので、まあ、頼むよ。
そして9693でもガッツスリムあと2回残ってる。あと2回、ここででかいのを踏みまくったらいけると。はい、スピードナイス、スピードいきますね。横の調子でスピード、スピードもバンバンタックしてください。はい、スピード、おお、これはメンタルいきますね。これはメンタルいきますわ。あー、あれだ、あれだ、東証と根性で、スピードを90にしておきます、とりあえず。で、パワーを上げといて、ディフェンスも上げておきますね。はい、ではメンタルいきまーす。オフェンスタックに来てくんないかな、オフェンスタック。オフェンスにでかいのが来てほしい。はい、オフェンスいきまーす。ここじゃない、リナちゃん。今のイベントここじゃない。あ、ナイス、2タック。オッケーオッケー。オッケーだね。結構スピードが盛り返してきましたね。はい、ではこれスピード振って終わりましょう。振っていきます。はい、ナイス。これはどっちでもいいや、かけない。ここは一回休みたいんだ。一回休まないといけない。チュンガバ来てください、見せてもらう。うわい、きつい、きついきつい。じゃあ遊ぶ、どんどんやっていきますね。スピードかオフェンスは良かったな。はい、ナイス。おーっと、いや、オフェンスが良かったらダメか。僕はお前ら火ついた、結構きついんだよな。遊ぶ、どっかで監督かけないで、監督来い。うわ、来なかった、やばい、やばいぞ。じゃあこれはサクッとビッチャやっていきますね。オフェンスだけ90にしておきます。はい、ではやっていきましょう。はい、終わりました。まあ1点は止めたのでね。さあ、こっからどうしよう。イベント来ってくんねえから、イベント来ないとちょっと厳しそうなんだな。で、これはカットオジ来てくんねえかな。カットオジ、オッケー、次で燃えてくれます。一人で練習、マジでギリだな。だってディフェンス以外オール1でしょ。キッズ、ほんとギリギリでした。ありがとうございます。ではスピード踏んでガッツストリーク見てみましょう。危ねえ危ねえ。やっぱ200ドリンクあった方がいいですね。200ドリンクなかったらやっぱ厳しいところはある。こんな感じになっちゃうからね、うん。ではでかいオフェンスタックが、あー、黒寄りだけか。まあ、とりあえず、いきますね、オフェンス。で、持って、で、持って、持って、おっと。マジか、オフェンスいきます。タックが来てくんね。タックが来てくんね。おーっと、マジで？そりゃダメだよ。やっつ、タック来ないの？次の、で、サクッとピンチャーで、能力振ってきます。こっち、スピードスター、出す、電光石。そして技術系でパス系取っていきたいと思います。キラーパス、ここの辺ですね。はい、とりあえずこれでいきます。はい、終わりました。なんとか PK 戦で勝てましたね、うん。最後にでかいの期待しております。さあ、オフェンスにでかいのもないな。うわーっと、3連チャンタックがないのはさすがに辛いな。はい、ディフェンスに切り替わります。はい、ではサクッと連チャンやっていきます。とりあえず金とこは全部成功しているはずなんだよな。ぶっちぎり、スピードスター、キラーパス、ショソウルフルシュート、インターセプター、あと電光石、終わってるんですよ。しっかりと終わってくれてるんですけどね。うん、まだ悔しいな。はい、ではこれでいきまーす。はい、終わりましたね。問題なく終わりました。では経験点いくらぐらい出たかな。ちょっと今回出なかったんですよね、うん。最後全然高くてくれなかった、それはちょっと残念です。まあでも1万6000点ぐらいかな。もうちょっと少ないか。
はい、16,099点。ではね、能力振っていきたいと思います。はい、終わりました。振ってまいりました。さあ、どれぐらいいったでしょうか。 US ギリぐらいかな。ちょっと伸びなかったな、伸びなかった。金徳は8個取れましたが、 US 星1、まあ星1は乗ったか。まあぼちぼちですね。まあさすが先人の高校という形です。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。